皆さんこんにちは人生100年時代生き方改革提唱者のマダムホーです私たちは多分100歳まで生きて80歳までバリバリと現役で働く世代となるかもしれませんそのためにもぜひ今から人生設計をやり直しましょうということで今週の日本はお盆でした帰省ラッシュそして帰省してきた方皆さんお疲れ様でした 今日はこの規制ラッシュについて、えー、一つの生き方改革についてお話をしたいと思いますあ、ボビーさん、イクコさん、こんにちはお盆はいかがでしたか、えー、それで何を言いたいかっていうとやはり私たちは人生100年時代ですから今までとはちょっと違った生き方をした方がいいと思うんですねで、その中でも、えー、誰もがなりたいと思っている幸せなお金持ち その一つの方法について今日は例を挙げながらお話をしたいと思いますまあ具体的な例がこのお盆なんですけれどもこちらアメリカでもフジテレビ系のネットワークで日本のニュースが月曜日から金曜日まで少し映るんですねでそれを見ながら例えば台風が来たとかいろんな豪雨の被害があったとかそういう日本のことを、えーまあ、分かるようにしていますあミエコさんもおはようございます そ,れでその中でちょうど。 今まあ、先週からお盆でしたので例えば先週ですと今日が出国のラッシュですとかお盆のなんか新幹線とかああいうのがもう満席状態で今度は帰るための帰省ラッシュということが出るんですねゆうかさんもおはようございますあの大文字焼きの写真ありがとうございますあれを見るとやはりまあ私も関西人なのでやっぱり大文字焼き見るとあこれでお盆が終わるかなっていう気持ちがしますいつもありがとうございます それでお話を戻しますけれども感じることは毎年毎年年同じことをしてるんですよね。その帰省ラッシュ、ね、なんかそのフジテレビ系のニュースによると例えば東京のなんかどこかからそのゆりかもめっていうところまで通常だと車で5分かかるところがその時はお盆だったので30分かかるとかそれからなんとかっていう。 あのテーーマパークですよねでそこのこのかなりの過激なライドがとっても人気だとでそのライドそのものは1分半だけどお盆の休み中には観光客がどっと押し寄せるので3時間半特に今年は猛暑炎天下の中で熱中病になるリスクを負いながら3時間半待っている人がいる。そそして、まあその 田舎に行く時の道路そしてまた帰省ラッシュ今度は戻ってくるあの東京とかに戻ってくるラッシュっていうのを毎年毎年よく巻きずに報道してるなって思うんですね。で特に日本も もうその昭和の時代からこうやってまあバブルとかの時代も超えて20年30年ってあるわけでその間に例えば国とかから働き方改革とかって言ってて私も生き方改革とか言ってるのにやっぱり変わらないなんでなんだろうと思うんですねまあその何では今日はいいんですけどで私がお話ししたいのは人と違うことをするコントラリアンという生き方ですもともと私は 子供の時から人と同じことが大嫌いだったんですねですからやっぱり制服なんかランドセルとか人と同じものとか同じ格好をさせられるっていうのは私にはこの上のない苦痛なんですよねでそれとかこう人がするから自分もするっていうことは絶対しない 逆に人がしないことをやるっていうのが、何か私の生きがいというか、生き方。だから、子供の時は甘え、甘えて泣いたりしない。あの甘える子じゃない。どっちかっていうと、憎たらしい子。<laughs> 本当に、あの大人に媚びを売らない、憎たらしい子だったんですね。だけど、まあ、考えれば、憎たらしい子供っていうか、もう子供の時から一本。 あの背骨にこう英語では背骨に骨があって筋が通ってるみたいなこと言うんですけれどもそういうことだからこそ16歳でアメリカ誰も知らない人がいないアメリカに一人でやってきてここまでサバイバルできたわけですよね。これが人と同じですぐに泣く弱虫泣き虫それとか媚びを売る子どもがそのまま大きくなったとしたらやっぱりここまで来なくてもすぐにホームシックカルチャーシック でで尻尾を巻いてて日本に帰ってたと思うんですねそれでいつも私が引用するんですけど私は子どもの時から父親にいろんな結構株の格言あの教わってたんですね。っていうのがうちの家っていうのはまあ親戚たちですけども必ず2つの収入を持ってるわけですよ。1つははみんな本業があってこれに 生活費を賄う非税にですよねだけど大きな富を作ろうと思ったらこれは投資とかでしかダメなんですねだから私が子供の物心ついた時から周りの大人たちっていうのは本業を持って非税にを稼ぎながらまあ当時は株をみんなやっていた不動産やってる親戚っていなかったんですねだから逆に私が親戚不動産第一号なんですけれどもまあそんな感じでみんな 日銭を稼ぐ本業と大きなお金を稼ぐ投資っていうことをやっていただからその父から結構ね投資の関する格言をいろいろ聞いてるんですね。見切りととか利百万歴とかでその中でやっぱり私の多分なんだろう性格生き方そのものを方向づけた言葉っていうのが。 コントラリアンなんですねコントラリアンってもちろんそういう昭和の時代そんな父もそういう言葉知りませんでしたがこの言葉あと歌って言うんですかね皆さんご存知ですか人の行く裏に道あり花の吉野山もう一度言いますね人の行く裏に道あり花の吉野山ということは例えばお花見に行く時とかでもみんなで用を挑んでこのなんかビニールシート やったりとかみんなが行く、まあ、京都だと丸山公園とかあの東京だったらあの上野公園とかみんながいるところだともうガサガサしてなんかほこりっぽくってなんもいっぱい混雑してるだけど人の行かないこう獣道っていうか山道行くと本当に綺麗いな、まあ、吉野山こう桜が満開の吉野山が見えるよっていうことですね。だから例えば秋 キノコ狩りとかも、みんなが行くところに行くともうキノコなんか生えていない。それとか、まあ、これはまた同じような引用です。三河商人が、あの通った後は、もうあの雑草一本も生えないとかね。まあ、そういう人たちもいるわけですよ。だから、そういうみんなが行くところ、みんなが踏み荒らすところじゃなくて。やっぱり、そういうあのキノコとか、あの。 山で住んでいる人は普通の一般人が行かないところで行くとやっぱり真っ竹がいっぱいあったりとかなんか薬草がいっぱいあったりとかあるわけですね。だから人人生はのの行く裏に道あり花の吉の山ということでこのさっきの話に戻りますけどなぜお盆年末年始にみんなはあえてドッと行くのかあのはっきり言って。 ああやってなんかあのアトラクション1分半のアトラクションのために3時間半並んでいるとかそれも猛暑の,の中熱中症になるかもしれないっていうねでそれとかやっぱりお盆とか年末電子っていうとどこ行っても高いわけですよ。混んでて高くてサービスが悪い。 なんかもう三拍子揃ってそんなのお金の無駄本当にあにお金年齢の低い人の具の骨頂みたいななことなんですでそしたらいやだってその時はあの子供が学校が休みだからとかなんかいろいろ理由はあると思うんですやっぱりお盆だからとかねだけどなんだろう、まあ、それは風習とかでここがあの価値観の違いですよねお盆だから帰る別にお盆だから帰らなくっても例えば死んだ人を思っとくんだったら 24時間心の中で思っている方がずっといいと思うんですね。まあ、なんかちょっと、これがまた宗教観に入りますけど、例えば。キリスト教とか、毎週日曜日の礼拝に行く人がいます。私なんかそれ聞いて、鼻で笑っちゃうんですね。なぜかというと、教会に行く、お寺とかお堂に行く時だけ。あの、お祈りして、普段は。 なんかもうマナーの悪いこととか人に意地悪をしたりとかいじめたりそういう悪いことをしてたら意味ないと思うんですね。やっぱりそのなんか法話を聞きに行くとかなんかあのお遍路さん行くとかあれはあくまでも形であって本当はその宗教いろんな宗教がありますがそこの宗教の教えてる真髄哲学を学んでそれを日々の生活に実践するのが 正しいい宗教だと私は思うんでですすねあの価値観の違いですからやっぱりその仏教だったらあのガンジス川に行ってあれをするのが素晴らしいと思う人もいればなんかあの巡礼の旅に行くのがもう素晴らしいと思っている人もいますけれども私はそういう形じゃなくて心の,あのレベルの意識レベルの違いだから宗教っていうのはやっぱり哲学を学んでそれを日々の生活24時間やっていること例えば あ,のあなたはこの世の光になりなさいとかねなんかああいう感じをやる方が大事だとそれでまあこれちょっと話がまた脱線しましたが、まあ、そんな感じであなたも私も生きている人間ですし環境が全く違うので100%考え方が同じってことはありえないわけですね。多分あなたは別の考え方やっぱりお盆だかから帰るとか やっぱりその夏休みのあの時の,あの忙しい時混んでる時に行くのがいいと思ってるかもしれないし私は私でそんなのオフシーズンに行くべきでしょうみたいな感じで思ってるわけですねでもこれは今生き方なんですけど投資の世界もそうなんですね多くの人は例えばまあ去年12月とか仮想通貨がすごくバブってた時にあの時にワッと買う。 例えばその株でも日経ダウがガーッと上がってるときにワッと買う不動産バブルだワッと買うどうなります賢い人はもうあの誰も見向きもしないときに仕込んでああいう時は売り逃げしてるわけですよねでその時にみんなは捕まされるで今度その後あるよあるよあるよという場に下がっていって今。 塩漬け売るに売れないとかっていうことが例としてありますよね不動産バブルもそう株のバブルもそうまあいろんなバブルってみんなそういうもんなんですよ賢い人たちっていうのはだからこれコンントラリアン一般大衆と逆のことをするだからみんながワーワーってやってる時はしないでみんなが見向きもしない時から仕込んでいるあと日本でのこういう言葉ありますよね「谷町」。 谷町っていうのはこれはあのお相撲さんのファンクラブ講演会みたいなことなんですけどやっぱりそのねモンゴルの田舎から出てきたあの子どもとかあのまあ高校生とかどっかの田舎から出てきた相撲部のなんとか君とかそういうまだ誰も見向きもしない時からあの子は絶対将来横綱になるとまあ,あの見てでその人にもうあのねやっぱり。 田舎から出てきて親元離れて寂しいし食べあの育ち盛りだからお腹も減ってるわけですからそういう時に「何々くん焼肉食べに行く?」とか「何々くん親子さんと離れて寂しいよね」とか「これお小遣い」とかまあなんかそうやって谷町っていうあの旦那衆はそういう人たちにそういう時からこう目をかけてやる。でその人がやっぱりこうガーッといって横綱関脇、まあ、大関横綱 っなった時には何かの大きな。 あのトロフィーもらう時にはもしかしたら読んでもらってこの横のところでこう座ってねあの親方とかと同じでこう横に座ってニコニコしているかもしれないですよね。でそうなるとその横綱さんはちょっと悪いけど今今日うちの子供の結婚式にちょっと話そうってスピーチしてくれるとかって言ったらピャッと来てくれるわけですよ。だけど多くの人はそういうなんか高校生とかなんかモンゴルから来た子とか全然見向きもしなくってふんみたいななんかこの子な 何この子とかってて感じにしてやっとその人が大関なんか横綱ってなった頃からこうファンみたいにこうやって追っかけをやってだけどそんな時にやったってももうあなたはその他大勢のファンの一人ですからいくら追っかけても、まあ、そんなにであ,のありがたく思ってももらえないそれであのやっぱりほら一席一席っていうかちょっとお食事とか何か分かりませんけどそうするとやっぱり。 お金を積まないと来てもらえないわけですよね子供の結婚式に話そういてとか言ってもやっぱりお金を渡さないと来てくれないわけですよだからそのコントラリアン人が見向きもしないことに手を出すでもそれはあなたの見る目が必要なんですけどねそしてみんながわー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 ってやってるときは、まあ、もし それが投資の物件であったら株とか不動産とかなんか仮想通貨とかであればみんながワーワーワーって言ってる時にパーンと売るでまたみんなが今こうやってシャーとあと市場が冷え切ってる時みんながもうちょっとこれ嫌いとかって言ってる時に今必死で買いあさるそういうやり方がコントラリアンなんですよ。 ですからやっぱりまあの優子さんも今こうやってあの書いてくださったのは小学校の時のあのあなんか会長私もなんです優子さ私もずっとクラス委員長からやっぱり生徒会の役員とかもしてたんですよねそうそうそう私も合理的に拘束か全く優子さんと私同じこと私はやっぱり日本の学校がナンセンスだと思っているのは。 あの時ね本当にくだらないと思ったのがなんかやっぱりほらこうあの小学校高学年とか中学校にいたらちょっと背伸びしてこのの大人のファッション誌とか見たいわけですよねそしたらその昭和の私たち時代は学校にファッション誌を持ってきちゃいけないとかってなんかそうなんですよなんか、まあ、メンズ飲んのか飲んのかちょっと忘れましたけどそして「あなたは生徒会会長としてこういうのどう思うか」とかって先生が言うから。 私はそ,そんなのくだらないっていうかいいんじゃないですかとかって言ってなんか多数決かなんかで別にファッション雑誌持ってきていいよねみたいに書いちゃったもう全くヨコさんんと同じなんですよだからやっぱり日本の学校くだらないのはみんな同じことを勉強させて例えば私なんかやっぱり理数系の人間ですから数学とかすごく得意でそういう子にはもう飛び級をねアメリカの場合飛び級させてくれた高校でも あの高校生レベルの数学終わっちゃってたのでそれだけ大学に行かせてくれてだけど英語はやっぱりあの第二カ国語なのでそんなシェイクスピアを言語でなんか読めませんでしたから逆になんか遊びみたいな楽しい英語の教科をやっているとかねそれとかやっぱり体育なんかも私はあの障害を持って生まれてたので運動神経は鈍いんですけれどだけどやっぱりジャズダンスとか ななんかかかテニスととゴルフとかは上手なわけですよそしたらやっぱアメリカだったらジャズダンスのクラスがあってみんながみんな跳び箱とか走り高跳びをしなくてもよくってだから日本の,あの教育をまずそういうところから変えないと。 この皆さんが人生100年時代コンントラリアンになれなれいんですよね何でもみんなと同じにしなきゃいけないと思ってるから私みたいに運動神経の鈍い子がなんで運動神経バリバリのことをドッジボールをしていつも当てられなきゃいけないかとかソフトボールあんなボール当たったら痛いでしょうみたいなそれであのグローブなんか嫌だこんな,なん臭くて誰が使ったか分かんない嫌みたいな言ってる私がなんでああいう。 運動神経バリバリのことね一緒にやらななきゃいけないけかそれだったらアメリカのようにこう選択肢をする同じスポーツでもああいうのが好きな子はあっちやればいいし私みたいにこうダンスが好きな子だったらやっぱりジャズダンスとかああいうものをね同じ科目体育なんだけど選ばせてあげるこうやって選ばせてあげるっていうことを 幼稚園小学校からやってるからアメリカはすすごいんですそうするとまあファミレス行ってもねサラダかスープにしますかサラダはドレッシングどれにしますか本当、ね、日本人の駐在員とか最初来たらアメリカのそういうふうにスープかサラダかドレッシングはどうするな肉の焼き加減はとかって言うとみんな あの昭和の時代の駐在員でも目を丸くして何も言えないんですね。なぜかというと日本はもうこうなんかこう定食セットに慣れてるから自分で選んでこの定食を作るとかっていうことができなかった。それが今のあのまあ、お父さんお母さんの世代なんですね。でそういう人たちがいるからやっぱりお盆みんなで帰省ラッシュでしょいや。お盆だから行きましょうっていうことがやっぱり。 そういう習慣から離れら離れないいそういう人が親だとやっぱり親は子供にその生活習慣を教えて子供をなんとなくあやっぱりこの時には行けなきゃいけないのかなあの東京ディズニーランドに行って何時間も待つのが当たり前かなみたいに思っちゃうわけですね。だけどコントラリアンもし,あなもしそのお父さんお母さんが今もう政府だって本業をしなさいあ本業と副業 オッケーですよって言ってて言るわけだから、例えばお父さんお母さんが本業があってそして副業投資っていうものがやってたら同じ東京ディズニーランドに行ってこの暑いさなかに2時間も3時間も人気アトラクションも並ぶんじゃなくってお母さんがちょっと投資をしてお金があったら知ってますバックドア対応ってあるんですよ。そんんなな並ばなくても、ちちょっとと、お金を出したら、ちゃ 行くなんかまあ特別 VIP ファンクラブみたいなのが必ずあるわけですよねでそういうところにお母さんと子供は行ってその好きなアトラクションを何十回でも普通の子は3時間待って1回しか乗れないのもう何十回ぐる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 乗っているでもこれって子供に対する生きたお金の教育だと思いませんか,か子供だってわわかるわけですよ。あ あの子まだあそこ並んでるあの1時間後まだあそこしか来ていないで僕は私はお母さんと一緒にもう何回もこのアトラクション乗っちゃったでこれはなぜなんだろうあこれはうちのママが投資をしてるからうちのママが副業をやっててこれやってるうちのパパが副業やって投資でこの ちょっと余分なお金があるからこういうことができるんだっていうのは子供の時からわかるわけですねあゆうこさあのハートマークありがとうございますでやっぱり私の場合も子供の時からそういう風なことで育ってるわけですよねなんで何々ちゃんと私は違うんだろうとかどうして生活が違うんだとかどうしてこうなんだとかあとその大人を見ててもどうしてオーナーさんがいて番頭さんがいて 従業員さんがいて見習いの人がいてどうしてこんなに人がいろんな人がいるんだろうっていうことをずっと子どもなりに考えるわけですねだからやっぱり皆さん幸せなお金持ちになろうと思ったらこれはもう価値観の違いなので私はあなたのことを変えるつもりもないですけど私の考え方として私の経験談として言いたいことは人と同じことしちゃダメなんですよ。あの人,人っていうのは ここでは大衆と言いい換えてください大,衆大衆と同じことをやっちゃうと例えばわーっとバブル不動,不動産のバブル仮想通貨バブルなんとかバブルバブルバブルでわーっとやってる時に大衆は飛びつくそうすると賢い人たちは売り逃げてるでファンと落,落ちるそしたらまた落ちた時に大衆はパニックになって。 ロスカットロスカットでバーッとパニックで売るそういう時に賢い人はまた買うだから安く買って高く売る安く買って高く売るっていうのを繰り返すから富が増える一方の大衆は高く買って安く売る高く買ってパニック売る高く買ってパニックで売るっていうことをやってるからどん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  お金がメビするだけど彼らは貯金することしか知らないこれも貯金しなさい貯金しなさいあの昭和20年のプロパガンダですよね貯金愛国民は貯金をしてそのお金で戦争あの武器を買うからみたいなことだったらしいんですけどもだからそういう感じで大衆人と同じことをしている大衆と同じことをしてると結局食い物にされちゃう。やっぱり あのドラゴン桜ですよね知識がなくて馬鹿、まあ、は騙されてて損をして負けるこの通りですだから大衆はだま、まあ、騙されなくてもそうやって踊らされて「今バブル絶好調!」とかそういうなんか記事とかを見て踊らされて高値で掴んで落ちたら今度パニックで売るっていうそれしかできない。だから 貯金ばっかりしかできない人は私は危険だと思ってるんですね。まあ、そんなことです。あの皆さんもどうぞ憎たらしい。子供、本当にあの皆さんのいとことかの子供で、きっと私みたいに憎たらしい。子供っているんですよ。だけど、その子大事にして育ててあげてください。なぜかって言うと憎たらしい。子供っていうのは私みたいに。将来。 あの晩期大制で出世してちゃんとその時に可愛がってくれたおじさんとかおばさんの面倒を見てあげるようになります逆にいい子ねいい子ねと思ってる子ほどほど、まあ、って言うとあれですけどあまり出世はしませんあまりこのたくましく生きられないんですねもうみんなと同じ、あの漏れる羊。 子供を群れる羊に育てちゃうとダメだと思います。もう本当に私みたいに憎たらしい、憎たらしい子供。あの私本当に今でも覚えてるんですけど、私のこの憎たらしい私をとっても可愛がってくれるおばがいて、どこでも連れて行ってくれたんですね。で私は子供の時、顔は可愛かったですよ。だから最初あら可愛い子、あら可愛いメイちゃんとかって言うんだけど、なんか喋り出すと超憎たらしいわけですよ。だから、 こんな憎たらしい子、知らないわとかって言われた子供が。ことがあるぐらい、本当に私憎たらしい子供だったんですよ。だけど、本当に皆さん、皆さんの周り見回して、このお盆とか、夏休み。あの親戚の子供来ますよね。超憎たらしい子供を、あなたは、やっぱこれはコントラリアね。普通だったら、憎たらしい子は、あ、ちけとかって。あの大人は、やっぱりその、ちょっとこう、大人に媚びを売る。 子供の方あかわい可愛いかわいいよしよしってするでしょ逆にしてみてくださいあなたの老後大丈夫ですその憎たらしい子供が出世してあの時可愛がってくれたおじちゃんおばちゃんのあなたをすっごく大事にしてくれると思いますよはいそういうことです <laughs> まあ今日はちょっと面白いお話でコントラリアについてお話ししましたでも本当にそうなんですみんなと同じことをしてたらダメです みんなながしいいことをやってくださいね本当に裕子さんいつもありがとうございますなんかゆうこさんと私似てるよね私も本当日本の,あの校則なんか大嫌いでだから自分がランク上に行けばいいんだよ生徒会長とかクラス委員長になっちゃえばそういうナンセンスでバカな校則を変えれる立場になるまあこれですねもし皆さんも何か理不尽だとかって思ったら「あの踊る大捜査線」 の怒りや調査の言葉、えら、え、なんだっけ、正しいことをしたければ偉くなれ、その通りです。はい、だからコントラリアンで、正しいことをするために偉くなりましょう。はい、じゃ、あまた皆さん、明日、ご機嫌よう、さようなら。